小幡駅は愛知県名古屋市森山区小幡南にある名鉄瀬戸線の駅である。駅番号は ST10、瀬戸線開業と同時に設置された駅である。もともと小幡は瀬戸街道東割四4観音の一つである龍泉寺への参道との分岐点であり、さらには小牧、かす井から末森へ抜ける笠寺道の交点にも近く、古くから交通の要衝であったところである。 駅南方の大陸工場などからの地域の貨物輸送の用として、また計画中であった、流線寺線への分岐駅として設置された。1933年から1977年まで存在した二代目駅舎は、河原吹きの洋風ドーム型の丸屋根が特徴的であった。この二代目駅舎は、1500ボルト昇圧、栄町乗り入れ工事の一環で解体された。また、 同工事の際には、貨物取扱設備も撤去された。三代目駅舎は鉄骨造りとなり、合わせて、駅北側の店舗も整備された。1990年代に入ると、小幡駅前第一種市街地再開発事業が具体化し、周辺建物の立ちの木等が始まり、本格的に駅及びその周辺の再開発工事が開始された。 1998年4月には、小端駅は建て替えのため、仮駅舎へ移転し、3代目駅舎は解体された。1999年9月、4代目駅舎が完成し、京上駅舎化され、地上には6両編成対応ホームが整備された。その後、仮駅舎の撤去工事を経て、西側階段の使用が開始された。2面2線ホームの京上駅。 ホームの有効長は6両分相当。ホームと改札の間にエレベーターが設置されている。また南北にある駅入口と改札口がある2階の間にもそれぞれエレベーターが設置されており、バリアフリーに完全対応している。最寄りのバス停は小畑。北口にある小畑交通広場に設置されている。発着する路線は以下の通り。 小ば駅周辺約1.2ヘクタールを再開発する事業であり、ABC の3つの外区と駅前交通広場の整備を内容とするもので、駅は B 外区に含まれていた。1993年事業計画決定。1994年7月7日、権利返還期日。同事業は、森山文化小劇場を含むアクロス小ば4月24日、完成、駅舎。 駅前交通広場完成、アクロス、小畑西館の整備を経て、2001年度内に完了した。この仮駅舎は、いわゆるプレハブ小屋で、現在のアクロス、小畑西館あたりにあった。ホームごとに改札が別になっていて、栄町方面の改札口は、夜間は無人になっていた。ホームや改札が、とても狭く、自動改札機も設置されていなかったため、仮駅舎とはいえ、 乗降客の多いら主事には不向きだった。計画段階においては、高架駅化されることが検討されたが、最終的には盛り込まれず、京上駅としての整備となった。現在、北山駅を中心とした大畑、大森、近所学院前駅間で高架化事業が進捗中で、あるが、この高架化事業にも大畑駅の高架駅化は、含まれていない。AB 特田高一。 名古屋近郊電車のある風景混略 JTB2003 年167ページ ISBN978 から45億3 3 4万 5981AAB 名古屋鉄道一世紀の記録 P24 名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道100年史名古屋鉄道1994年340ページ名古屋鉄道広報宣伝部 名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、1042ページ。清水武市、名鉄、瀬戸線栄町乗り入れ開始、鉄道ピクトリアル第355巻、電気車研究会、1978年12月、70から71ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年。 570ページ。徳田孝一、名鉄電車昭和ノスタルジー117ページ、AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2018年2月24日、閲覧、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通貫台816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道配線略図駅前の小端交差点が、 瀬戸街道との分岐であるが、北に直進し、長慶寺の門前に向かい、門前より右に曲がり、玄道と合流するルートが、龍泉寺街道の旧道である。令和2年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2021年8月14日閲覧。名鉄120年市編纂委員会事務局。名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道。2014年。 160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。名古屋鉄道、名鉄1983名古屋鉄道、1983年、36ページ。ありがとうございます。